2024年、5月11日19時14分、少し前からなんですけども、指先がピントがしっかり合わないようにこうぼかされてるっていうところがまず分かりますよね。この辺に合わせたらいいかな。線もともとはない切れ込みを入れられそうになってるっていう状況ですね。昨日の試合で、まあ、試合かな、まあ、こちらの指に少し出血が見られたので、まあ、テープを巻いてるんですが、まあ、軸はエネルギーの残存量問題であるのはまず間違いないんです。世界の課題は青井圭介が軸になってる件も多数あります。スポーツの勝ち負け後任担う人間が現れるのかどうかということをですね、こういうふうな現象を見たときに最初から正直にこういう現象がずっと発生してるっていうことを言っておいた方がいいと、そういう判断です。